つくば市立春日学園義務教育学校は、茨城県つくば市春日二2丁目にある、公立の義務教育学校。2016年3月31日まで、法令上は、春日小学校と春日中学校の名称で、別組織となっていたが、開校当初より施設が小学校と中学校で、完全に一体化しており、学校教育上も、春日学園として一つの学校として、 運営されていた。どこよりも先に、明日の教育に出会える学校を掲げ、最先端の教育実践が日々試行されている。校明の、春日は、所在地の地名であるとともに、春、日の持つ、生命力、始まりエネルギー若々しさという言葉のイメージを重ね、学園の目指す、先進的な教育を表したものである。 2019度の学校基本調査による、春日学園義務教育学校の児童、生徒数は約1300人、春日学園の教員数は約100人。つくば市では、市内全域で小中一貫教育を実施しており、義務教育学校となる2016年4月までは、つくば市唯一の施設一体型の小中一貫校であった。小中一貫教育を行うことを前提として、 新設された学校であることから義務教育学校となる以前も小学校と中学校の境目が意識される機会はほとんどなかった。多くの教員が小中兼務として着任し校長と副校長は春日学園で各1名であり教頭が2名という体制が取られていた。小中兼務が可能な背景に茨城県では小中療法の教育職員免許上を持つ教員が 多く、小中療法での勤務経験があることが挙げられる。発達段階に応じて9年間を通した教育を実施するため4.32制を基本とする。このため日本の他の地域における小学3年生を3年生、中学3年生を9年生と9年間を通した学年で故障する。ただし、制服の着用や部活動の開始、 定期テストの実施は7年生からであるなど、他の地域の中学1年生と同じ部分もある。校歌にあたる学園歌は、筑波市教育長の柿沼義夫が作詞、土浦市在住で、筑波で、第9実行委員長の鶴田昭則が作曲した。学園歌には、児童生徒と教師が、春日が学園と共に成長するようにとの願いが、込められている。校訓はあえて制定せず、 全体スローガン、カスガ学園輝く明日へ、と、生徒会によるカスガ学園検証があるのみである。カスガ学園検証は、生徒会が自主的に制定したものであり、自主自立、自治的な交風が形成されつつある。学校の雰囲気は、よく大規模校でありながら、不登校の児童生徒は2015年現在0人である。 敷地面積は46,600平方メートル。校舎は鉄筋コンクリート構造3階建てで、延べ床面積は17,470平方メートルである。設計は、若柳設計、JV、指向は、戸田建設。建設費は、約24億4,650万円であった。第26回茨城県、建築文化賞土木部長賞を受賞している。 校舎は普通教室棟3棟特別教室棟体育館からなり、プールを設ける。正門は東側にあり、正門をくぐって、すぐの校舎が特別教室棟である。校舎の床や天井には、木材が多用されている。開校当初は普通教室36室、特別教室14室が整備された。学校図書館に相当する図書スペースは、 廊下との間に壁を設けず、児童生徒が本に接しやすくしている。また、図書スペースは、コンピュータ室と合わせて、メディアスペースと呼ばれる。コンピュータ室は2室あり、Windows を搭載したタブレット端末が180台、設置されている。コンピュータは、新クライアント方式で駆動し、座席は、グループ学習に対応した配置となっている。職員室は、ホームセンターと称され、 ガラス張りとなっており、全学年の教員が集合している。運動場は400メートルトラックである。環境共生を体験しながら学べるエコスクールという設計コンセプトに基づき、環境に配慮した設備として、太陽光発電装置、太陽光発電温水器、中熱装置、燃料電池、雨水利用層、緑のカーテン、自然通風装置を備える。つくば市は、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの開業に伴う沿線人口の増加を見越して2003年から2004年にかけて都市基盤整備公団から春日2丁目の土地4.7ヘクタールを取得した。直ちに学校の建設は行わず、市は沿線開発が進むまでの間土地の一部3ヘクタールを住宅生産振興財団へ貸し出し、同財団は ハウジングギャラリーつくばという住宅展示場をそこで運営した。2007年2月、つくば市は、春日地区を学区とする、かつらぎ小学校と手白木中学校が近い将来に、教室不足となると判断し、同財団に土地の返還を要請した。これを受け財団は、住宅展示場を移転し、土地を明け渡すことを決定。つくば市は進行の建設に向けた準備に着手した。 この時点では小学校と中学校を隣接地に建設する予定で小中一貫教育は構想されていなかった。その後2007年11月に設置された新興建設の検討委員会の中で土地が隣接することから小中一貫校とする構想が生まれ先行する東京都品川区などの取り組みを参考に小中一貫とする方針を2008年4月に決定した。 この時点で新校の歌唱は、春日小中学校とし、2012年4月の開校を目指すとしており、どちらも実現することとなる。2008年11月、春日小中学校建設基本計画が策定され、2010年9月17日に校舎建設工事が着工した。春日小中学校の開校に先立ち、2008年から、東小学校、 中学校を実践校として、小中一貫教育に着手し、2009年4月には、全市で、小中一貫教育を推進すると正式に決定、実践校を増やして、教育効果を検証した。カツの小学校市は、カツの小学校の新築移転によって、春日小学校を開校させるつもりで計画を進めていたが、カツの小出身の地元住民からの熱い、 要望により桂木省の存続が決定し、当時の桂木省の学区の北部を春日省へ切り離し、南部を桂木省のままとする方針が固まった。ところが、桂木省の学区らが、春日省へ入学、転校したい、またその逆の要望が保護者から殺到したため、市は開校初年度の学校選択を認めることとした。その結果、 2011年6月実施の希望調査では、カツラ省の全児童のうち89%に相当する481人が、春日省への転入を希望するという結果となり、大規模校だったカツラ省は2012年には、一転して、全校児童60人の小規模校へ変化する見通しとなった。市教育委員会は、児童が、 カツラギに100人程度残ると想定していたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災でカツラギの省が被災したこと、信仰の教育に対する保護者の期待、友人が春日省への転入を希望するので、自分も春日省へ行きたいという児童が多かったことを受け、想定以上の児童源となった。市当局は、 つくば市政地区別懇談会で住民から、この件について失敗ではないかと問われた際に、教育というのは学校を残すためにあるのではなく、子供たちにより良い学校教育の場を提供することが一番の目的であるとし、地元住民には、カツラギの省の自動激減の可能性を十分説明してきたこと、信仰の設置を見越して、カツラギの省の学区内に住宅を建設した住民が、 多数いることを述べ、保護者や児童の希望通りの学校へ行けるようにする方針を表明した。2012年3月、校舎が完成した。2012年4月5日、春日学園の開園式が挙行された。開園式には、市長や教育長、地域住民ら160人が出席し、教育長の柿沼義夫が、つくば市の未来を開くシンボルと述べ、 春日学園への期待を表明した。また教職員により、校歌の聖唱が行われた。開園式に続いて、校舎の内覧会が行われ、マスメディアなどに真新しい校内が公開された。始業式は4月6日、入学式は4月9日に挙行された。開校時点で、春日ガは24学級810人、春日中は5学級118人で、 教職員は47人であった。春日学園は1995年の水戸市立国田小中学校以来の小中併設校であり、当初から小中一貫教育を行うことを意図して設置されたのは茨城県発であった。また、つくば市立の中学校としては20年ぶりの新設校となった。2013年につくばスタイル化の充実のために、 考える時間を新設した。自動生徒数の増加により、教室不足が課題となったことから、2014年度に特別教室に教室とオープンスペースを改修して、普通教室を5教室整備した。2015年度には普通教室の増築工事の予算が執行された。この工事では、既存校舎の西側に、鉄骨構造2階建て、 普通教室14教室を備えた延べ床面積約1400平方メートルの増築校舎を建設するものである。2014年パナソニック教育財団の特別教育指定校となり情報通信技術を活用した思考、判断、表現力の育成を目指した研究が行われた。また同年11月19日に筑波市が日本マイクロソフトと ICT 教育の 実証研究協定を締結したことにより、築園日小学校と共に実証研究校となった。同時に、カスガ学園単独で、マイクロソフトショーケーススクール2015に選定された。2016年4月1日の義務、教育学校制度開始により、筑波市立カスガ学園義務教育学校に移行した。これにより、カスガ小学校、カスガ中学校の名称は廃止された。 さらに、児童生徒数が増加したため、春日学園の学区の一部が2184月に、開校したつくば市立学園の森義務教育学校の学区になった。公務文書においては、1から4年生を前期、5から7年生を中期、8から9年生を後期として扱う。この4.32世の区切りは、心身の発達段階に合わせたものである。 卒業式は9年生のみを対象とし、6年生には卒業式を行わない。したがって、卒業制作や卒業文集も制作せず、卒業式の予行に長時間を割くこともない。よって、6年生の授業時間数に余裕ができ、充実した教育を実施することができる。なお、6年生には卒業式の代わりに、学校行事として感謝の会が開かれる。 ICT 教育など新しい教育法を採用し、ロシアやチリなど世界中から年間2000人もの視察者を集めている。4年生から一部の教科で教科担任を導入し、中学教員によるチームティーチングも実施される。5年生からはほとんどの教科で教科担任制が敷かれ、理科、算数の少人数授業や中学校の教員免許を 保有する教員による授業も展開される。さらに市内の研究所や民間企業、筑波大学と連携し、日常的に外部講師が授業を受け持っている。授業では ICT 教育が行われており、電子黒板を利用してクラス全員の意見を瞬時に反映したり、教員が児童生徒の意見をグループ化したものなどを児童生徒のタブレット端末に フィードバックするなどといったことが行われる。ICT 教育は子教科だけでなく、体育では機械体操のフォーム、音楽では演奏風景の録画、確認など技能系教科でも利用されている。教員は ICT 教育の専門家が集められているというわけではなく、春日学園に赴任して初めて端末に触れる教員も多く、校内研修や 日常的な意見交換を通して端末操作が苦手な教員のフォローがなされる。論理的思考力の育成のために1年生から6年生まで月1回の考える時間が特設されている。考える時間は分類、比較などの思考スキルごとにテーマを設定し分野横断的に思考力を育むカリキュラムである。ここで導入されるのは8種の思考スキルと12種の 思考ツールであり、黒板や付箋を用いて指導されてきたが、非効率で学級の枠を超えた、授業展開が困難であったため、ICT を利用した共同学習ツールとタブレット端末を導入するようになった。なお、タブレット端末導入には、パナソニック教育財団の助成金を得ており、日本マイクロソフトからは、マイクロソフトサーフェイス50代の対応を受け、 マイクロソフトワンノートの授業での活用も行われた。7年生以上には特別な時間は設けられないが、各授業で考える時間の思考実践が生きるように工夫される。こうした授業実践が功を奏し、全国学力学習状況調査の成績は開校以来上昇を続けている。他の市内の小中学校と同様、 つくば市独自の設定科目であるつくばスタイル化を導入している。つくばスタイル化は生活科特別活動などを複合した科目であり、つくば市の9年間の教育の一貫性を保障する期間科目となっている。この科目ではプレゼンテーションを重視しており、問題解決力や発信力を育成するだけでなく、手分けして作業を行うことで、児童、生徒が それぞれの得意なものを見つけ自己肯定感の高用にもつなげる狙いがある。春日学園では5から6人で一つのグループを作ってプレゼンテーションを行い、4から5月にプレゼンテーションのクラス代表を選抜し、6から7月にクラス代表によって学年代表を選抜、最終選考として前期、中期、 後期の各ブロックの最優秀賞を9月のブロック集会で選抜し、同月の文化祭で表彰を行う。高学年になると、英語でのプレゼンテーションも行われる。さらに優秀なものは、筑波市のプレゼンテーションコンテストへ出場する。このプレゼンテーションは、春日学園における日頃の学習成果を発表する集大成の場と位置づけられている。学年の混在した。 縦割り清掃の実施や複数学年によるブロック集会の開催など日常的な異学年交流が実現している。中学生相当の生徒が小学生相当の児童に教えるという行動も多く見られる。特に1から9年生が混在したグループで掃除を行う縦割り清掃は毎日行われ7から9年生が中心となって低学年の児童に 掃除の仕方を教えている。学校行事においては、運動会と体育祭は別日程で行われ、1から4年生の参加する運動会では、4年生のリーダーシップの発揮を見て取ることができる。文化祭である、誠春祭りは4年生以下の児童がお客さんとして5年生以上の出し物に参加する。2015年には、ヤマハの協力を得て、2年生と6年生の 共同学習として、イベコロイドを使った楽曲作りの授業が行われた。開校当初は、上級生にあたる8年生と9年生の人数が少なかったため、日常的な医学年交流はうまく機能しなかったが、2015年時点では状況が好転している。以下は2015年度の行事予定による。2015年現在、表記のあるものは男子、 女子で分かれている部活動を示す。学区は以下の通りである。開園時、最も遠い児童生徒は 4km の道のりを通学した。ありがとうございます。